知らない人、会社の新人研修でこんな話を聞いた。最近の新人は挨拶をしないという。ある新人はこう答えた。小さい時から知らない人に声をかけてはいけませんと言われていたと。そういえば講師だって知らない人、先輩だって知らない人、優秀な社員だって知らない人、思えば自分の家はマンションの入り口も自宅もオートロックだし、隣に誰が住んでるなんて知らないし、近所付き合いなんてしなくても生活できるし、思えばママからも学校からも知らない人に声をかけてはいけませんと言われていたし、友達の鈴木ちゃんは変な人に声をかけられたし、隣のクラスの田中ちゃんは勝手に写真撮られたし、小学校では家族と友達と先生にだけ話せばよかったし、中学校では先輩と友達と家族と先生にだけ話せばよかったし、高校では先輩と友達と先生と家族にだけ話せばよかったし、大学では友達と先輩と先生と家族にだけ話せばよかったし、別に知らない人に声をかけなくったって困らないし、コンビニだってスーパーだってレジに出せば勝手に会計してくれるし、何か聞かれたらしょうがないから答えるけど、それに知らない人に声をかけましょうなんて言われたことなんてないし、それなのに突然お前らは挨拶をしないなんてひどい言葉だ。知らない人に声をかけてはいけませんというママや先生の言葉は間違いだったのか。知らない人には声をかけないが社会のルールだと思っていたのに、いきなりお前らは挨拶をしないと言われても困る。知らない人にも声をかけてもいいというのが社会のルールだったら、学校を卒業する前に前もって教えてほしかった。これからは会社の中では知らない人でも挨拶をする、だって知らない人でも挨拶をしろと言われたから。でも会社の外では知らない人には声をかけない。今まで知らない人には声をかけてはいけませんと言われてるし、あ、それは以上になります。